はい、今日も僕エリドンです。今日はやばいですよ。最高のおにぎりを作ってエリコに食べてもらおう。この土鍋でご飯を炊きます。そしてうまい米、じゃん、魚沼産コシヒカリ。これね、いい米なんで、これで炊いていくと、土鍋でね。で、美味しいおにぎりの握り方も調べましたんで、できる限り最高のおにぎりを作っていきたいと思います。30分ぐらいでエリコ帰ってくるんで、帰ってきたら食べてもらって、というわけで早速作っていきましょう。いつものキッチン、いちごだけ取り出します。はい、いちごで、これ洗っていきます。そして洗えましたので、220ml 水を入れて、でこうやってならして、15分から30分ぐらい水につけるらしいので、30分後へ移動。30分経ちました。次はコンロに行きます。置いて、で中火で蓋もする。これで沸騰するまで中火。やばい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 、待て待て待て、ちょっと待って、どうするどうするどうする、ちょっと待って、やばい、やばくない？沸騰したんで、これで弱火で15分ぐらい。せめてこの穴をこっちにすれば、せめてね、ガスコンロの奥に水が飛ぶことになる。15分ぐらい経ったんで、これで蓋開けて水っぽくなかったら、また蓋閉めて15分蒸らして完成らしいんですけど、果たしてどうなんでしょうか。いきます。おお、炊けてんじゃん。すごい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 。裏返っちゃったよ、これ。もうちょいやってみる。気持ちいい、もうちょっとやってみる。ちょっと待って。もう一回。いや、炊けてる。炊けてるよ。よし。これでじゃあ蓋閉めたんで、これで15分待って、蒸らして完成です。はい。15分経ちました。これで完成です。見てみますか。できてるかな？さっきはでも見た目最高でしたけどね。いきます。じゃん。これはやばいでしょ。ちょっとひっくり返してみますか。うわっ、おこげできてる。おこげちょろっと。え、じゃあちょうどよかったんじゃない、これ。めっちゃいい匂いするけど。で、おにぎりね、おにぎり作っていきます。ちょっと俺おにぎり下手なんですけど、それどうすんの。蒸らして、塩ね、塩を手につける。ポイントが熱々のうちにって言ってたんで、熱々のうちに握ります。やばい、熱い、どうすりゃいいの、優しく握った方がいいみたいな。でも前よりうまいの。どう、美味しそうじゃない。おこげ付きでどんどん握ります。できた。うまくなってきた。かわいい。熱い。高さも調整しよう。3つ目できました。ということで、じゃあエリコね、先帰ってきたんで食べてもらいます。おかえり。ただいま。おにぎりをね、今日は作りました。かわいい。セリンだっていい？いや、どう？前よりうまくない？上手。しかもこれ土鍋でね、炊きました。おお、おこげできてるじゃん。ちょうどよくない？うん、焦げてないし。かわいい。なんすか、三兄弟できてるじゃん。上手。食べていいの？うん、もしかしたらちょっと硬いかもしれないけど。なんか推しポイントとかはいいの？推しポイントは、まず土鍋で炊きました、うん、うまい米を。うまい米を、うん、美味しいおにぎりの握り方も調べた。すごい。熱いうちにすぐ握る、熱いとか関係なく早く握ってくださいって言ってた。上手じゃん。やっぱりょうくんのさ、おにぎりが一番かわいいわ。見て、このなんかかわいい座り心地。食べていいの？いいよ。いただきます。はい、こちらを。はい、いただきます。はい。うーん、
どう？おいしい。硬さバッチリ、塩加減バッチリ。ほんと？おこげが香ばしい。おーい。うまい？うん。やった。土鍋でご飯炊いたことないからさ、びっくりしたよ、うん、炊けた時。めっちゃ香りがいいわ。販売する？販売する？りょうくんの塩むすび、みんな食べたいかな。でも大きさ揃ってるね。うん、もう熱くて、うん、こうやってこうやってもうちょっと大きくしようとしたんだけど、うん、熱すぎてもう無理と思ってこうやって握り始めたらちょうどよかった。モテる限界の量がこれだった。そう、ほろほろほどける塩むすび。わお。だって前作った時なんて優しすぎてボロボロだったつかめなかったもうおにぎりじゃないじゃんね。おにぎらず。おにぎらず。ということでね、はい、今日はエリコに食べてもらおうと思って、うん、テクニックないから俺料理の。手間をかければさ美味しくなりそうなやつを作ろうと思って、うん、土鍋でご飯炊いたら美味しいんじゃないと思ってさ、うん、やってみました。素敵。いつもありがとうございます。ごちそうさまです。はい、嬉しい。じゃあこれはゆっくり食べますんで、うん、ということで今日の動画良かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。ゆうくんも食べなよ。食べよう。いただきます。うん、うまっ。醤油塗ってない焼きおにぎり。